はい、すみません、ありがとうございます。先ほど大臣のお話で計画の骨格を変える時ではないというふうに話されたんですけれども、私は今日ちょっと違うなと思いながら来ましたもので、ちょっと最初手を挙げるのがちょっと躊躇したんですね。でその折にそしたらば吉川先生が言い出してくださったので、とてもまあ言いやすく出しやすくなりました。で今ですね、世界の発電というのはやっぱり温暖化対策としてもですね、自然エネルギーに大きくシフトしているというふうに思っております。で日本が2080年を目指してどんなエネルギーの国を作るのかっていうのはそのまだ先だからということではなくって、今のその政策判断がすごく重要で、つまりこのエネキでの検討っていうものもとても大事になるというふうに思っております。でその中でもやっぱり避けて通れないのが原子力発電をどうするかという問題だと、もう確実にそれだというふうに思っております。今までの委員の方々も同じようにおっしゃっているというふうに思います。で生々しいその福島事故直後から始めた議論のもとに作られた前回のエネキにおいてもですね、原発を重要なベースロード電源っていう名前をつけて位置づけられたことに対してですね、まあここに委員として参加していてですね、やっぱりそれはとても無神経な話だなと思い、私自身はとても恥ずかしい思いでいっぱいでした。でそれでも文章の中に、原発依存度を可能な限り低減するという言葉に少し信頼というかな、しょうがないかなっていうふうに思っておりましたが、やっぱり2015年に作成されたそのエネルギーミックスではですね、2030年時点で原子力20から 22% という数値が出てきてですね、やっぱりこれに関してはもうびっくりしたという、そういう思いでいっぱいです。でやっぱりその前回のエネキに書かれていた原発依存度低減をするというのはどこへ行ってしまったんだろうかっていうふうに思いました。でそれでもですね、さらに原発の40年の寿命というものを守るということになれば、原発の低減という約束には近づくんではなかろうかというふうに考えていたんですけれども、現実を見てみますとやっぱり60年への延長の申請が次々と行われているという現状だというふうに思っています。で先週福島に行かせていただきました、視察に行かせていただきましたが、6年経った今の F1 の現状を見てもですね、やっぱり想像を絶する状況です。でもうその周りにお住みになっている人たちの思いっていうのはもう想像ができません。で現状ですね、しかしですね、すみません、現状日本というのはほぼ原発なしで動いているというふうに今思います。で世論調査なども見てもですね、再稼働への反対が強く、近い将来には原発がなくなるということが望まれているんだというふうに私も思っております。でここのエネキでの委員会で私たちは全員でですね、やっぱり福島事故を直視して、これからの日本にとっての持続可能なエネルギーをベースにしたエネルギー政策というものを考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。でそれとともに少しずつ出てますが、やっぱり矛盾した核燃サイクルの政策もやっぱり再検討すべきじゃないかなというふうに思います。現状で本当にその核燃料のサイクル社会というのが実現すると考えている方がいらっしゃるのかなっていうふうにちょっと不思議に思います。いらっしゃるんであればですね。で原子力発電を継続するっていうのは一体誰のために継続するのかっていう話をちょっとしたいと思ってます。で多くの国民は世論調査などからも望んでいないことは明らかです。でそして大口の電力事業需要者である事業者でもですね、最近は近い将来には再エネ 100% で事業を行うと宣言するRE100 リニューアブルエナジー 100% という、そういう取り組みが進んできました。で今のところ欧米などからのスタートですけれども、どんどんとグローバル企業が参画されています。で日本の事業者がこうなるとですね、世界から取り残されるということが起こるかもしれないなというふうに思っております。で名誉のために申し上げますけれども、日本では理工さんだけがやっぱり同じように宣言されています。で発電会社
の方はですね、こういうふうな社会になっていった時に、需要家の望まない電気を作り売り続けるつもりなんでしょうか。で、私たちのこのエネキのメンバーがですね、本当に考えなければならないというふうに思っております。で、この機会を逃すことの恐ろしさっていうのを想像すべきだというふうに思います。で、今日いろいろと現状やら進展状況やら のご説明を受けましたけれども、まあ、今後日本 の山の緑の量を考えるとですね、やはり伸ばしていかなきゃならないバイオマスの問題、これは先ほどから上がっているようにもっともっといっぱいの問題がありますので、やっぱりそういうふうな問題だったりですね、あと蓄エネというか蓄電池に対しての期待だったり、分散型電源への移行だったりということで、考えていかなきゃ問題が、いかなきゃものがいっぱいあるというふうに思っておりますので、まあ、こういうことに関しては次回以降にまた話し合いの機会があればというふうに思います。以上です。それでは増田委員。はい、ありがとうございます。まず最初に申し上げておきたいのはですね、前回っていうか、まあ、今の現行のエネキですね、エネキの中であえて第5章ということで一章設けて、この双方向コミュニケーションとかですね、それからエネルギー政策についてのさまざまな理解の進化ということで、特に事業者などに対してもですね、特に深く注意を促したというかですね、きちんと誠実に国民と向き合うことをですね、一生立てて、それでエネキの中に入れたわけですが、しかし残念ながら課題の中でもですね、指摘しておりましたような事業者に対する信頼の低下だとか、まあ、それも含めてエネルギーに関わる行政全般に対してですね、決して信頼感が上がってないというかですね、例えば東京電力の柏崎の重要免震棟の事案など今年起こりましたが、ああいうことを見てもですね、さらに信頼感の低下を招いているのではないかという気がします。このことは強く指摘しておきたいと思いますし、こういうことが度重なると、まあ、特に中心は原子力ですけれども、ほとんどいろいろなことを新たにですね、やることが意味をなさないんではないか、そのくらいの危機感を持ってですね、このことを重く捉えるべきではないか。前回何のために第5章を書いたのか、双方向コミュニケーションで書いた意味が全くですね、意味をなさないんではないかというふうに思います。それで、今回の検討のフレームワークですが、いずれにしてもエネルギー基本法で3年ごとに見直しということになっているんでですね、これまでの3年間に大きく変化したこと、あるいはこれからの3年間の中で大きく変化しそうなことについてですね、計画の中にやっぱり取り込むべきところは取り込む、それから、まあ、大きな潮流となって見えてきていることについて、数字的にしっかりまだまだ未確定のところは、まあ、次回の次の3年後に送ると、まあ、そういうスタンスで今回よろしいんじゃないかなと思いますが、まあ、さっき言われているようなモビリティの中での大きな EV シフトの潮流などですね、まあ、関心も、まあ、大きくは今のところ EV のような感じもしますが、 PHV なのか FCV なのかとかですね、まだまだこれからの技術開発の動向等を見ていく必要があると思うんで、まあ、そのような大きな潮流についての、きちんと我々も意識してるんですよということと言いつつ、具体的なことについてはまた次の3年後のものに送っていくですとかですね、まあ、そういったことが今回の検討のフレームワークの中で重要ではないかなというふうに思います。それで、まあ、やはり前回も課題で指摘しているわけですが、全体としてエネルギーコストのですね、地域間格差のようなものですね、特に、まあ、我が国の場に何かの委員会指摘がありましたが、再エネの価格が高いですとか、全体として料金が他の国に比べても高いというような問題がありますので、これをどういうふうに是正していくのか、これに引き続き取り組む必要があると思いますし、それからあと我が国の中での、まあ、例えば、課題でこれまで指摘しておいた東西間の電力融通の問題ですね、さらに言うと北本連携線をより強化していくですとか、そういったことをもっとより積極的に行っていくべきですし、まあ、そのためにじゃあ投資を誰がどのような負担でしていくのか、このあたりのルールをですね、よりはっきり明確にして具体的に
まあ、特に北海道と本州の間の連携線をうんと強化する等々をですね、進めていかないと、そのエネルギーの全体の我が国としての強靭化につながっていかないんではないか、まあ、こういうふうに思います。このあたりをですね、特に後押ししていくようなことが必要ではないかと思います。それからあと再生エネですが、特にやはり私も木質バイオについてですね、まあ、太陽光と同じようなバブル気味の動きが出てきているので、これやっぱり抑えていく必要があるだろうと。でやはり木質バイオをやる意味はその環境的な要素ですとか、まあ、もちろん林業についての効果的な影響ということもあると思うんですが、何しろやはり輸入チップを中心として、今多くのものがバブル気味になっているとやっぱり本末転倒ですので、これについての対策は急いでいくべきだろうというふうに思います。まあ、気がついたことはこんなことなんですが、最後もう一回申し上げますと、やはり国民との間のエネルギー問題についての双方向コミュニケーションをきちんと取るということは非常にやっぱり重要なことでありまして、それなくして例えば原子力の新増設を議論してもほとんど意味がないんではないかとすら思いますので、先日、経産省の方で政府の方で例の高レベルの廃棄物についての科学的な特性マップを、提示をされたわけでありますけど、ね、やっぱりああいうことをきちんきちんと一歩一歩積み上げてですね、で、まあ、これがきちんと地域の対話活動双方向コミュニケーションどういうふうにしていったらつながっていくのか、これはまあニューモですとか電力会社が大いに汗かくべき話ですから、やっぱりそういうことをきちんきちんと積み上げるという姿勢と具体的な行動を見せていくということが今なおさら必要ではないかと、まあ、こんなふうに思います。はい、それでは伊藤委員お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、今回そのエネルギーミックスに向けて、まあ、2030年に向けては特に大幅に何かを変える必要はないと感じます。まあ、当然その未来のことなので誰にも予測はできませんが、その絵に描いた餅のような目標を設定するよりはこう日々、今までの、まあ、作られたロードというか道を当然その若干の変化は否めないと思いますが、それに対してどうフレキシブルに対応していくかという意味では、今回そのエネルギー源ごとの課題のご説明もありましたが、それぞれに対してのどう、まあ、どのようなリスクが今後考えられるかという、まあ、シミュレーションも持ちながら、やっていく必要があると思います。そして当然やっぱり環境、我々が住めなくなる地球であってはいけないので、環境はものすごい重要かもしれませんけれども、やっぱりそのまあ、企業としてやはり経済が一番心配です。ですから自給率ですよね。外部に外部環境でやはりコストが変わるとかエネルギーが入ってこないような状況に置かれてしまっては各企業も成り立たなくなるので、その、まあ、どのようにして今後、まあ、自給率を上げていくかというのも大きな課題となると思います。それから、まあ、それに対しても全てイノベーションというのが重要になるんですが、やっぱりイノベーションを起こす環境づくりというのは、先ほど確か西川委員もおっしゃってましたけれども、国としてその省庁を超えてどのようにするとイノベーションが生まれるか、まあ、例えばその省エネに対しての動きも体力がある大企業がまあ率先してやっていく、まあ、中小がまあ補助金とかの援助を受けながらやっていく、果たしてじゃあ一般の家庭はどこまで行っているのかとか、あまりその一般までその浸透していないんではないかというのもあるので、そのイノベーションを起こすためにも足りないところをターゲットにするとか、そういういろんな見方があると思います。さらには2030年、その上の2050年を考えると、もう我々の世代ではない世代が生きていくこの日本になるので、まあ、教育にね、こういうエネルギーをどうやって取り組んでいくか、今の子どもたちが自分たちが住みやすい国であったり地球にするために、もしくはその自分たちが選んだエネルギーでどう日本を良くしていくためにやっていくべきかという意味では、今からしっかりどういう問題が起きたからこそこういうエネルギーミックスが起こっているのか、日本はどれだけ自給率が低いのかっていうのをしっかり直面させながら考えていかなければいけないので、そういう意味ではその他の省庁と連携しながら今後の対策を考えていくのも大切かと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それでは山口委員。どうもありがとうございます。まず最初に今般そのエネルギー基本計画が改めて議論されるということは非常に重要な意義あることだと思います。で、まあ、そのポイントとして3点ちょっとお話したいと思うんですが、
一つ目はこれまでのエネルギーの問題に対する取り組み、まあ、特に2011年以降2014年以降、前回のエネルギー基本計画策定以降、これがやはり相当いろいろ新しい要素が入ってきているということです。で、したがってそれをしっかり評価していくということがまず1点目として重要であると思います。それから2点目なんですが、やはり前回のエネルギー基本計画では将来のその方向性っていうのが必ずしも明確に見えてこなかったというふうに思います。で、それがゆえにいろいろなところの分野で、混乱があったというのもあろうかと思います。で、まあ、従いましてその方向性を明確にするとどういう位置づけを示すのかと、そこが2点目の重要なポイントであると思います。それから3点目なんですが、エネルギー基本計画14年の場合には2030年を目途にというところで議論なされていたわけですが、現実にはエネルギーの問題というのはもっと長期的な問題であるわけです。で、そういう意味では将来についてどういうふうに備えられているか、で、言い方を変えますと将来の不透明さ、それをどう取り込んでそれに備えているか、そこがしっかり議論されないといけないと、まあ、その3点についてが今回のポイントではないかというふうに思います。で、それで1点目のこれまでの取り組みがどうだったのかということなんですが、まずこれまでも議論にいろいろ出てました原子力の問題、先ほどご説明していただいた中の、14年以降の変化というところで、ように触れられてない一番重要なポイントは事業者それから規制者の安全に対する取り組みが2011年以降以前よりもドラスティックに変わっていったと。で、そういう安全の意識が非常に変わったということ、まあ、大きなところは規制基準が見直されて、相当に厳しい条件の、事故まで規制の要件に取り入れられた。で、それからもう一つ重要な点はバックフィットですね。バックフィットがきちんと明確に要求されたと、まあ、これは安全に対して、信頼をしていただけるための非常に重要な要素であると思います。で、現実に何人かの委員の方もおっしゃっておられましたが、そういったものだけではなくて事業者が自主的安全向上の取り組みというところで新しい枠組み作り、仕組み作り、取り組みで、実際のハードウェア、ソフトウェアの取り組み、そういうことを行ってきていて、まあ、それが現在仙台発電所が2年前に稼働して以来非常に良好なトラブルない運転状況につながり、で、昨今の関西電力が電気料金を値下げすると、まあ、そういうところにつながっているという点はきちんと見るべきであると思います。で、もう一つ、ここ数年で改めて分かったのは研究炉の問題をお話ししたいと思います。研究炉はもちろんエネルギーという意味では少しそれるわけですが、この問題がいかに原子力技術が幅の広い広がりのある技術であるかということを如実に示しているわけです。で、新しい規制基準の下で研究炉はその稼働に非常に苦労されたと、運転しているところは。で、未だに苦労されているわけですが、その代償として我が国はその中性子化学の利用ですとか、あるいはがんの治療ですとか、産業への利用、半導体の製造、まあ、そういったいろんな問題の重要なツールを今失っていると、まあ、そういう状況にあるわけです。で、このように考えると、もちろんエネルギー基本計画の中ではあれこと原子力についてはその技術の幅の広さというものを考えざるを得ないというふうに思います。で、それと合わせて昨今その安全性の問題だけではなくて原子力損害賠償の議論などもされていて、で、そこで感じるところは予見性という問題です。まあ、今日も例えば化石燃料のコストが大幅に下がったというお話ありましたが、いろいろな問題、エネルギーにかかる問題の中には我々の予見性を、あるもの、まあ、つまり我々のコントロールできるような問題、それからなかなか予見性のないような問題、まあ、そういうものがクリアになってきたんだと思います。で、それはしっかり区別した上で基本計画を見ていくべきだ、まあ、そういうところがここしばらくで我々の学んだことであり、そういったことを生かした基本計画にするべきであろうというところです。それから2点目なんですが、今後の方向性を明確にするということですが、今日のご説明の中でもエネルギーのセキュリティ、安定的な確保、それから環境への適合性、
これはエネルギー政策基本法にも書いてある目的として書いてあるところなんですが、やはりこれが明確に位置づけられたということであると思います。でそうしますと、S プラス 3E と言っていた安全性、それからエネルギーセキュリティ、経済性、環境への適合性、それぞれの重み、あるいはそれぞれの意味合いというものはやはり注意して考えなければいけないというふうに思うわけです。ですなわち安全性とあるいは経済性というのは行政の中でいろいろな政策によって、コントロールが可能なものに対して、環境への適合性あるいはエネルギーセキュリティと問題はなかなかそれが難しいと、そういう 3E プラス S、S プラス 3E の意味合いの違いというものをしっかり考えながら行って、エネルギー基本計画を議論していくべきだと思います。でそうしますと、先ほど の環境への適合性ですとか、それからエネルギーのそれが安定供給、そういった非常にコントロールしがたい問題というものについては、これから先におきましてしっかりシナリオスタディをやるべきであろうと思います。でそれによって、予想されるいろいろな条件に対してきちんと準備をしておくと、これがまさに予見性を、エネルギー問題における予見性をしっかり持つというものであると思いますし、それがひいては、原子力だけではなく再エネも含め事業者が安いコストを安定的に供給するために事業に参入するかどうか、継続するかどうか、そういった予見性を生むものであろうかと思います。でそれから最後に将来の話なんですが、先ほど100年の計というお話をしましたが、当然100年先のことを議論していてもどういうふうなことが起きるかわからないわけです。でしかしながら今日明日あるいは2030年まで50年までの計画を考えるときに、100年先、80年先のビジョンなくしてはそれは語れないということであると思います。でしたがって、一つは短期的にあるいは中期的に喫緊の課題ですね、それは2030年のエネルギーミックスを実現するために、そういう政策目標を実現するためにやるべき具体策をまず提示していくと、これが次のエネルギー基本計画の議論の中心となると思いますが、合わせて将来の不透明さに対して備えるためのオプションを我々今の時点でどれだけ用意しておくかと、そこにどれだけリソースを費やすのかと、そういう議論を含めて時間のスケール感を持った計画というふうにするべきであるというふうに、考えております。今日は、一般論的な話でとど、めたいと思いますが、以上の3点のところ、これまでの日本の取り組みっていうのをしっかり評価して反映させること、それから方向性を明確にしてそれの具体化の戦略を出すこと、それから将来の不透明さに対して備えるオプションをきちんと書き込むこと、その3点が、重要と考えてございます。どうもありがとうございます。柏議員。2点ほど。1点目は、このミックスをこの元で 出したときからちょっと2年経っていて、そこまでの変化の中で大きなのはやっぱ環境制約が国際的な法的なものに入ってきたと。ですから、そういう意味ではこのミックス自体それほど大きく変化させるってことは国際的にも信憑度を欠くことになりますから、やはり環境制約ということはきちっと多少 そのストレスの差はあれきちっと守っていくべきだろうと、こういうことが1点目ですね。で2点目がやはりこの 2年間で大きく変化したということは自由化が始まったと。で自由化始まるということはやはり総括原価の、例えば電力にしろガスにしろですね、総括原価の方式から市場原理でいろんなものを作っていくわけですから、稼働率の悪い電源というのはやはり脱落するわけですよね。そういう意味ではそれが分散型電源としてやはりその需要サイドにこう入ってくると。でそこら辺はこの資料の、参考資料の方にきちっと入っておりますので非常に良かったと思ってるんですけれども、そういう意味ではその時代によってその自由化によって随分エネルギー需給構造が変わるということもやはり視野に入れるべきだと、こういうふうに私は思ってます。でこれがだから今までの2年間で大きく変わった2つの内容でありまして、でもう一つはですね、やっぱりエネルギーには
一次エネルギー、二次エネルギー、まあ、電力、水素みたいなですね、二次エネルギー、最終エネルギー、熱というのがあって、どうもやはりちょっと 電力に偏りすぎている感じが、まあ、否めないと。ですから、熱の有効利用、地産地消が、熱というのは遠くに運べませんから、熱を有効に利用できるインフラの在り方というのも、今度の基本計画の中ではきちっと明確にやっぱり定義しておく必要があるんじゃないかというふうに思うわけです。で、まあ、今これ合わせて今2つ申し上げましたけれども、まあ、最後にこの4ページ目のところをずっと見てまして、この横断的な課題というところに、エネルギー源ごとの課題には再生可能エネルギー、省エネ、原子力、まあ、これ一次エネルギー、二次エネルギー、最終エネルギー、まあ、一緒になってこう書いてあるような気がしますけど、これ少し整理をして書いていただくこととですね、横断的な課題にシステム改革が入ってます。これ自由化ですよね。でコスト抑制シナリオの展望ということで、まあ、いろんな意味で再稼働を始めることによってバーニングパワーができるとか、まあ、これ非常に重要で、原子力の位置づけというのは今回より一層きちっとしないと、長期的な視野で原子力を進めていかなきゃいけない内容ですから、コロコロ変わるってことはありえないと思ってまして、まず再稼働は当然出たと思いますけれども、やはり長期的にどういうふうにするのかというのはもう一度きちっとしたステートメントを出すべきだということを付け加えながら、この最後の横断的な課題のところに、やっぱり強靭化っていうのは、この今我々としてはこの事故によって強靭化を、エネルギーのサプライチェーンを遮断しないという強靭化のネットワークをどうするかっていうことが求められているわけですので、横断的課題の中にやっぱり強靭化に関するこれからの対応ってことは、今回のそのエネルギー基本計画の中でもきちっと対応していくべきだと。以上です。はい、ありがとうございました。そしたら金本委員。はい、どうもありがとうございます。まずですね、2030年の話をさせていただきたいと思うんですけども、私はですね、まだその2030年までですね、まだ12年ちょっとあるということも踏まえますと、今の段階で数値を見直すのかっていうと、私はその必要は今ないんではないかなという意見です。で、ただもちろん情勢の変化はありますので、基本計画自体の中身に関しては少し見直すべきところはあるんだろうと思うんですけども、基本的にはですね、やっぱり理想と現実があって、で当時ですね、エネルギー基本計画を策定したときは、まあ、現実を踏まえながらどういった理想があるのかという中でですね、基本計画をまとめたというふうに思ってまして、でそれをもとにですね、具体的な数字という形でですね、需給見通しが出て数字が出ているという状況だと思いますので、まだ12年ぐらいある中でその数字自体をですね、いじるような状況にあるのかって、もちろん現実は今ギャップがあるって話はですね、いくつかありましたけども、そこに関してまだ可能性はあるということの中で、今大きく見直す必要はないのではないかというのは私の考えです。もちろん、その中でですね、この資料非常によくできているのはですね、2ページ目なんかの状況変化っていう部分で、非常にやっぱりその中で不確実性が増していると、予想していた時ものとですね、変わってる部分はあるんだけども、例えば、原油価格は大きく下がったと、ただそれがそのまま下がり続けるのか、また上がっていくのかっていうのは、10年の期間を考えた時でもですね、非常にわからないと、上がる可能性は十分あるわけですので、それをですね、今拙速にですね、下がってるからといってですね、数値を変えるという状況ではないんじゃないかと、こういうふうにリスクがどこにあって、不確実性がどこにあってっていう認識をしながらですね、その理想と思ってですね、作った部分に対して、これからですね、どういうところが足りなくて、どこを埋めていくべきなのかという議論をするのが我々の今の役目ではないかというのが私の思いです。それでその上でですね、今の情勢ということを、まあ、私、基本、まあ、根本的には温暖化対策の専門家だというふうに思ってますので、その視点から申し上げますと、やはりパリ協定ができたというのは非常に大きな、前からのですね、動きだろうと思います。その中で世界はですね、CO2 排出削減に向けて大きく取り組もうとしている流れは、大きな流れはですね、決まりつつあるだろうというふうに思います。もちろんただこれも理想と現実があって、米国政権のようにですね、トランプ政権のように
パリ協定離脱というようなジャッジをする、これはやはりそのエネルギーコスト とかですね、その辺に対するセンシティビティが非常に高くてですね、産業競争力をどう維持しようかということの中からですね、ああいう離脱の決定がなされている。そうしますと我々もだから長期的に向けてですね、 CO2 削減を大幅に進めていかないといけないということは事実なわけですけれども、一方やっぱりそういう不確実性、国際競争力の問題、我々日本の製造業の競争力の問題というのは国際情勢がいろいろ動く中でですね、柔軟に対応していく戦略ってものを持っておく必要があるんだろうというふうに思っています。その上でですね、少しその次のですね3ページ目の話をさせていただいて、3ページ目もですねよくまあこの進捗状況ということで整理をされているんですけども、ここで非常に注意が必要なのは見かけ上線に乗っているのかどうかってことではなくてですね、それがどういう要因でそこに至っているのかということをしっかり我々は見極めないといけないと思ってます。なんとなく線に乗ってるからですねこれで万歳だとか、線に乗っていないからですね全然ダメなんだという、その見かけ上の判断ではなくて本当に要因が何でこれになっているのかってことを見極めていく作業が必要ではないかと。例えば申し上げますと、これは分からないんですけども、省エネルギーに関してうまくいってそうにはこれは見えるわけです。ただ一方でこの時の想定は経済成長率 1.7% の想定で置いてる。だけど経済成長今 1.7% の線には乗ってないわけです。しかもですねこれが電力料金が非常に高止まりしている中でこの省エネルギーが起こってるってことは、むしろその良質な省エネルギーが起こってるんではなくてですね、産業が特にエネルギー多消費産業がですね若干競争に負けてですね、海外に負けてしまって、産業が衰退している可能性がないのかというところに関してもちゃんとチェックした上でですね、この乗ってるからいいかどうかっていうことではなくてですね、それに対する対策を打っていくってことが非常に重要ではないかというふうに思います。で、すみません、燃料価格の部分はもうお話に習いましたので、電力コストは今下がってるわけですけども、これも石油価格は下がってることによって決まってるわけで、また上がればですね一気にその情勢がやってくる可能性がありますので、それに対して着実にやはり原子力の再稼働というようなことをですね手を打ってですね、そのリスクに備えておくってことは重要だろうと思います。以上2030年の話なんですけども、2050年について最後少しだけ申し上げておきますと、2050年に向けてもやはり S プラス 3E という大原則は非常にこれは堅持すべきだというふうに思います。パリ協定の下でですね長期の CO2 削減ということは求められていますけども、ただ CO2 だけがですねこの問題ではなくて、エネルギーセキュリティや経済の部分とですねバランスさせながらそこに至るってことは非常に重要で、そうじゃなければですね逆に言うと CO2 も大幅には削減できないというふうに思いますので、そこを忘れない中でですね戦略を考えていくべきだろうと思います。で、何よりも重要なのはさらに2050年ということは不確実性が非常に大きくなっているという状況の中で戦略を立てないといけませんから、何か決め打ちっていうような、例えば8割減を決めるっていうことではなくてですね、そういう CO2 削減目標に関しても柔軟に考えた中でですねエネルギー政策ってことを考えていくってことが非常に重要だろうと思います。繰り返し申しますけども、長期的に CO2 を削減するっていうのは絶対的に不可欠なことではあるわけですけども、柔軟な対応、しなやかな対応が必要だということでございます。で、ただその中で先ほども少し話がありましたけども、原子力の新増設っていう話に関してはですね時間がかかる問題ですので、あまりですね、今回議論するのかどうかは別としてですね時間がかかる問題ですので、あまり逃げずにですね早めにですねそういう議論は進めるべきじゃないかというふうに思います。以上です。はい、それでは次に工藤委員。はい、ありがとうございます。まずエネルギーにつきましては、国民生活にとりましても企業活動につきましても非常にベースとなる重要なものでございますので、便益とコストの両面をしっかり考えるということと、また一部 の太陽光などを除きまして、エネルギーインフラというのは整備にも非常に時間がかかるものでございますので、大枠の絵を描きましたら、マイルストーンを決めて、チェックをして、その度に戦略を対策を打っていくということが大事ではないかというふうに思っております。その上でちょっと2点お話をさせていただきたいと思います。
と思います。一つは再エネについてでございます。こちらの6ページにも書いてございますように、再エネにつきましては、CO2 の削減でございますとかエネルギーセキュリティなどの便益はありまして、それを加味するといたしましても、やはりこちらに書いてありますように再エネ自身や蓄電池系統整備コストの低減というのが大きな課題だと思っております。また太陽光、風力といった、変動電源の調整力としての火力発電の必要性というのもまだまだあるのではないかというふうに思っております。この中で再エネコストの低減につきましては、一部入札制の導入など、固定価格買取制度の見直しも進んでいると認識していますけれども、引き続き卸電力市場等も活用しながら、グローバルなレベルでのコスト競争力を高める形で検討いただき、またその進捗を見てですね、要因分析と施策を構築していただきたいというふうに思います。また調整力としての火力発電を事業として成立させるためにはですね、予見可能性を高める仕組み作りというのが必要になりますので、容量市場の設立についてはぜひ予見可能性を高める形での設計というのをご検討いただきたいと思います。その際燃料価格次第ではありますが、負荷追従性および固定費での競争力のある LNG 火力が優位になると思われますけれども、既存電源の活用も課題となるものと認識しています。2点目といたしまして、このコスト削減の問題とも関係しますが、先ほど他の方もおっしゃっておられましたけれども、やはりイノベーションが生まれる仕組み作りというのがエネルギーの分野についてはまだ必要だと思っております。先ほど申し上げた系統の部分につきましては、私も伊藤先生と委員を務めさせていただいております、広域系統整備委員会でも既存系統の容量の最大限活用といったことも議論されておりますが、結局系統設備の増強というのは非常に大きなコストがかかりまして、で、一旦新設を作ればですね、このコストの回収源というのは、最終的にどのような負担割合になってもですね、需要家が負担することになるということでございますが、日本はこれから人口減少や、省エネによって、電力需要そのものが、それほど大きくは伸びない、むしろ減少していくということが見込まれる中で、この系統設備の増強コストは最小限にとどめていくべきではないかと思われまして、それであれば代わりに系統運用をもっと効率的にする、IoT ですとか、蓄電池など個々の技術に加え、システムマネジメントなどの一層のイノベーションが必要なのではないかと思っております。政府として、省庁を超えてですね、研究開発の方向性、市場の存在というのを明確に示していただきまして、資金付け、また開発のマイルストーンなどをですね、商業化のところまできちんと書いていただいて誘導していただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。それでは水本委員。はい、ありがとうございます。企業の立場で2点ほどコメントさせていただきたいと思います。まず私の会社は創業164年の重工業でございまして、売上の3分の1が資源エネルギー環境事業領域となっております。でそんな中でですね、エネルギーミックスというものに合わせて、その中長期の視点で事業のエネルギーミックスというものも考えなくてはならず、効率化や環境負荷低減の技術開発を行う、でさらにそのための人材を持ち続けるということが必要となっています。ですから あまりその安易にそのエネルギーミックスが変わってしまうと、そういうところに非常に問題が出てくるということと、先ほど豊田委員がノウハウの喪失というようなことをおっしゃってたと思うんですけれども、やはり仕事がなければ人材がなくなってしまうということで、特にその原発のリプレースとか新設などに関しては、やはりそのオプションとして残すというようなことも考えていただけた方がいいのではないかと思っています。でもう1点目はエネルギーの合理的な価格でございます。私どもがその日本という国でその産業をやっていて、さらにそれがその国際競争力を持つためには、やはりそのエネルギーの価格というのが非常に重要になっていて、そのためのエネルギーのベストミックスというようなことがないと、やはり日本から産業が出ていってしまう、
安い労働力を求めて海外に出て行ったように、なんかエネルギーを求めて出て行ってしまうっていうようなこともあると思うので、やはりその総合的なその日本の国力のために、そういうそのエネルギーの価格というようなところにも注力していただけたらと思っております。以上です。最後になりましたけど、武田委員。はい、ありがとうございます。私は日頃マクロ経済の分析を行っておりますので、本調査会ではマクロ経済の視点からですね、貢献させていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。今後基本計画について、議論を進めるにあたりましては、3年前からのその変化と、今後起こりそうな点、こうしたことをですね、考慮をしていく必要はあろうかと思いますので、そうした観点から本日は2点申し上げたいと思います。まず第一にですね、近年の世界情勢の変化でございます。前回のそのエネルギー基本計画策定以降ですね、世界情勢は経済面とそれから政治面、これでも大きな変化が起きていると思います。こうした点をですね、十分踏まえた上で検証を行い、議論を進めていくことが必要ではないかと考えます。具体的にはですね、先ほど事務局や他の委員からも指摘はございましたけれども、まず2014年末から2015年にかけての原油価格の大幅下落というのがあるかと思います。OPEC における減産合意後もですね、価格はほぼ横ばい圏内ということで、この背景には米国のシェール産業の生産性向上の影響があろうかと思いますが、この点はどういうふうに今後見ていったら良いのか。また米国ではですね、トランプ政権がその誕生をしているわけでございますが、世界でさまざまな地政学的リスクなども起きる中で、今後 の, そのエネルギー外交といった構図がどういうふうにその変わってきそうなのか、そしてそれが我が国のエネルギー政策においてどういう影響を及ぼしそうなのか、そしてさらにですね、今後中国経済が安定成長を続けた場合、2030年にはですね、ドルベースで見た時のその GDP が米国とその逆転するというようなことも予見されるわけでございますが、そうしたその世界のマクロ経済の情勢の変化がどういう影響を及ぼしそうなのか、これらのその世界情勢の変化というのを一度ですね、俯瞰的に捉えてみるという必要はあろうかと思っております。それから第二としまして、世界の環境エネルギー産業におけるイノベーション、それから投資の動向といったことでございます。まずエネルギー関連 の, そのインフラに対する世界の投資トレンドについて、まずフォローが必要というふうに思います。また日本のエネルギー需給構造を支えるその産業の強化、そしてそのイノベーション力、さらには国際競争力の向上、こういった視点もですね、他の委員もご指摘されておりましたが、私も極めて重要だと思います。例えば現在技術的にも大きなその進歩が見られております、蓄電池であるとか、あるいは幅広い意味でのその電気自動車、こうした市場はですね、今後もその世界で飛躍的にですね、伸びていく可能性を秘めておりますが、こうした点についてその戦略的な視点を持つことが持続的な我が国の経済成長にも不可欠ではないかというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは大体すべての皆さんからご意見いただきましたので、まず事務局の方から回答といいますか、考え方を説明いただいて、私は最後にちょっと私の所見も述べたいと思います。14名の委員の方々から本当に非常に多岐にわたるご意見とご質問をいただきました。本当にありがとうございます。全てにおいてこの場でちょっとご回答はさすがにできませんので、十分にいただいたものを咀嚼させていただいた上でですね、今後の検討にどういうふうに生かしていくかということを整理していきたいというふうに思いますが、本当に中上委員 の, 省エネの重要性の点から始まりまして、佐々木委員 の, 信頼性と情報の開示の重要性、あるいは木塚委員会からはこの委員会 の, そのタスク、それからエネルギー間のバランスの問題、西川委員からはその原子力発電所の
課題と、まあ、さまざまな課題、核燃料サイクルも含めた課題、それから再エネのバイオマスの問題、豊田委員からもその再エネの高コストの問題、原子力の再稼働等の課題などなどいただいております。辰巳委員からも原子力についての課題、あるいはこの委員会のフレームワーク、増田委員からは信頼感の低下の中での双方向の問題、それから再エネの課題、伊藤委員からもその環境経済、それからその自給率の重要性、イノベーションの問題、そういうのをいただいてございます。山口委員からも、これまでの取り組みの反映、あるいはその方向性を明確にすること、時間のスケール感を持った計画、そういったものをいただいてございます。柏木委員からも、環境適合、それから、まあ、ちょっとエネルギーバランスの関係でその電力 だけではなくて熱流量の観点、あるいはその秋元委員からも、2030年の数値の見直す必要はないということ、あるいは理想と現実の間の話、そういったものをいただいております。 S プラス3の重要性、そういったものをいただいてございます。それから、工藤委員からも再エネのコストの問題、火力にかかる調整力の問題、そういった課題をいただいてもございますし、水本委員からはその企業の立場からの技術人材の、まあ、喪失しないためのその、さまざまな課題への対応の重要性、それから価格の問題、武田委員からはその原油価格の下落などマクロ経済、世界経済の情勢の変化、あるいはイノベーションと国際競争力、そういった視点をいただいてございます。本当にこれを咀嚼してですね、しっかりとその今後 その検討の上での整理をしていきたいと思いますが、1点だけ、この、委員会のフレームワークについては、この冒頭世耕大臣の方から、エネルギー基本計画2014年に作ってから、現在のところ3年でございます。 もちろん見直しの検討のタイミングではあるわけでございますけれども、大臣からその計画の骨格ですね、骨格を変える必要ではないのではないかなというご示唆がございました。もちろんそのエネルギー基本計画をつぶさに見ればですね、環境の変化、あるいはその政策の修正に伴って、その変わっていく部分というものはあろうかと思いますけれども、そういったものの中でもその大きな骨格というものについては、まあ、それを大きく変えるようなことではないというようなことではないかなというように我々としても考えているところでございます。いずれにいたしましても、今いただいた委員のご意見を十分に咀嚼してさせていただいて、今後 その検討をどういうふうにやっていくかということを整理させていただきたいと思います。何か他に何かサポートございますか。はい、はい、今日はありがとうございます。実はこれ前回ご議論させていただいた時の出発点はですね、やはり完璧なエネルギーはどこにもないということは共通認識だったと思います。CO2 を出さずに安くてかつ安全保障にも貢献をし、かつ安全で全ての国民が納得すると、そういうエネルギー源がない中で日本として今の技術数字をどう見て、将来の技術の進歩をどう見極めてどうするかという議論を決定的に議論していただいた結果、今のエネルギー基本計画がありエネルギーミックスがあります。で、今日は2ページ目で10の変化というのを出させていただきました。技術の動向は変わりつつあるという中で、床も変わり、再生可能エネルギーの価格も変わり、それからバッテリー の実用可能性の動きもありますが、一方で我々が冷静に見ているとやはり床の動向は流れで見たときにどうなるかという議論はさまざまな見方があることも事実ですし、再生可能エネルギーはそれだけではなかなか自立ができなくて、それを補う調整電源の技術をどう日本として確立するかという課題を抜きにしてはなかなかできないということもあまり変わってないんじゃないかと。で、それから原子力発電についていろんな議論がございますけれども、安全最優先という前提条件であるならば日本として一定程度使うという要請ということで前回決めていただいたんですけれども、この要請自身もあまり大きな変化ないかもしれないということで、大きな骨格についてはあまり変える必要はないんじゃないかということを申し上げましたが、今日もう今一度お議論聞いていて
完璧なエネルギー源がないという現状について今一度立ち返って皆さんの意見を聞いた上でデータを出し議論を深めさせていただきたいと思っています。それとそれとの関係で対話の重要性と科学的な知見の重要性という議論もございました。やはりデータ、現実、そうしたところを基づいて皆様方の議論が深められるように事務局としては努めていきたいなと思っております。からもう一点事務局として悩んでいるのは予見可能性の議論をどうやってこう高めていくかとこういう議論があるんですけども、一方で今日お話聞いていると柔軟性も確保しなければいけないとこうなってまして、柔軟性を確保するとなんとなく予見可能性が低くなる、予見可能性を高めようと思えば柔軟性が失われるっていうこの狭間の中で我々一応30年の課題と50年の課題って議論を整理をしながらなるべく分かりやすくご提示したいというふうに考えました。いずれにしてもエネルギー基本計画今日は高い関心を持ってご議論が始まりました。やはり関心が高まれば国民との対話も進むと考えておりますので、さまざまなデータを出させていただきながら議論を深めたいと思っております。今日は本当にありがとうございます。はい、それでは最後になりますが今日議論いろんな議論をいただいて、まあ、私はその基本計画あるいはミックスの数値をこれからこう議論するよりもですね、本当に実態今どういうところに具体的な課題があってどういうところを我々、国としてこう進めて重点的に進めていけばいいかということを議論する方が現実的だというふうにこう思ってまして、まあ、原発の話は後にしますが、まずは省エネがかなり可能性があるんじゃないかなと思うのは、まあ、私どもの会社で工場でまあ電力9割減が実現できた話は以前したかと思いますが、結局これ冷暖房地下水利用とそれからバイオマスは発電だけですと2割の効率しかありませんから、熱利用すると7割まで上がるっていうんで、小規模のバイオマス発電熱利用をいくつもやってきたというようなことで、いろんな省エネ、とにかく一番省エネが大事な話ですから、省エネをもっと進めるためにどうしたらいいのか、それから再エネについては太陽光発電については、まあ、たまたま私どもの会社は一番キーになる製造装置を作っておりますが、これ中国にほとんど売れてるわけでして、だから製造装置の技術は持ってるけども、その太陽光の肝心な部分はみんな中国でやるという部分に我々が将来をかけられるのかという思いを逆に私は非常に強く持ってて、再エネこそですね、日本がもっと画期的な技術に可能性ないのかなというふうに考えてます。それから原発についてはですね、私は皆さんちょっと笑われるかもしれませんが、2008年から6年間経団連の副会長として地球温暖化会議 COP に出ました。 COP14 から18まで出たんですが、今でも覚えてます。 COP15 ハテマ政権時代にものすごい数値を掲げられまして、原発比率 50% を前提にした話をされて、私は本当にそこまで行くのかなというふうに思いましたが、その頃テレビに呼び出されるともう経済成長よりも CO2 とこう言ってた人が全くそれを言わなくなった。どうしてこの国はあそこまで CO2 を言ってた国が一切もう言わなくなったのかなということを、このどうしてもこのオールオアナッシングの話にこの国はどうしても意見がなりやすくてですね、もう少しバランス取れた議論にならないのかなと。で、私の基本スタンスはとにかく化石燃料がなくなったら CO2 は解消される。その代わり化石燃料がなくなった後我々何で生きるのか、とても今の再エネで生きられないというのが私の一番その大事な出発点です。だからこれが世界が、まあ、100億人超えると思いますが、その時に化石燃料なくても生きられるという見通しが立ったらもう明らかに原発はいらないんですが、私の見通しでは、再エネがかなり進んだとしても結局は原発も使用済み核燃料を使うしかないというような、今の技術だとそうしか言えないということで、いかにそれを早く日本こそ先を見通せる状態に持っていくのかということが一番大きな課題なんだと思うんですね。で、何人かの委員から
リプレイスメント新増設の話があったんですが、私たまたま島根県の出身でして島根原発見たんですが、明日からでも動かせる状態でずっと止まってるんですけど、その新増設リプレイスメントっていうことは明日からでも動かせる原発がここにありながらその議論をするっていうのは一体何なんだろうかなというふうに思ってまして、とにかく今あるものが再稼働がどういう理由で進まないか、進められるものがどうなのかということをもう少し現実論、これは我々がどうこう言える部分じゃないんですけど、それをもう少し見極めながら議論を少ししてみたらどうかなと。ただいずれにしても私は2050年の今度のエネルギー情勢懇談会にこのメンバーの中で私が唯一このピックアップされておりまして、私は2050年でも短すぎると思ってまして、あくまでも2100年化石燃料なき後のこの世界がどうなるのかということが頭にない限り CO2 も原発も再エネも議論できない。それに向かってどうしていくのかと、とにかく化石燃料を長くどうやったら使っていけるかというのが我々にとっての一番大きな命題なんだというふうに思っております。まあ、勝手なことを申しましたが、もし、反論がありましたら、次回にでもまたお聞かせください。今日はちょっと予定した時間オーバーしましたけども、長時間にわたり熱心にご議論いただきありがとうございました。それでは以上で終了します。次回の日程等についてはまた改めてご連絡をさせていただきます。ありがとうございました。